いらっしゃい。さあ、見ていきな。ちょうどいただくよ。
他に売りたいものはないかい？これで少しは懐が潤うだろう。ちょうどいただくよ。もういいのかい？手短にな。何が必要なんだ？また来いよ。夫たちバタバタしてたわね。お帰りなさい。手を貸してくれ。はい、どうぞ。よろしく頼むぜ。買うのか買わないのか。さあ、訓練は終わりだ。今日も目いっぱい飲むぞ。まったく。キビキビ動けよ。大事な買い入れ時だってのに倒れてないで立て。あの黒い服のベアラ見ない顔ね。
遅くなった。こっちも今来たところ。先に町の様子を見てきたが、随分と兵が出てるな。俺の顔を知ってる奴がいるかもしれない。だったら裏から潜り込むさ。そう固くなるな。身を潜めるならこういったところの方が。安全だ。でもそれにしたってここは。それでどうするつもりだ。クリスタルの搬出口へ向かう。夜が更けたら出よう。あそこは国の重要拠点だ。警備も国境とは比べ物にならない。さすが元ザンブレク兵、よくご存知で。秘密の抜け道があるんだ。後で案内しよう。詳しいな。元ザンブレク兵の俺よりよっぽど詳しい。ここまでの道にしたってそうだ。実を言うとな、前に一度城に忍び込んだことがある。バハムートのドミナントと勝ち合って命からがら逃げる羽目になったが。シド、マザークリスタルとクロの一体の話が本当なら。なんだ、まだ疑ってるのか。ただ不思議なだけよ。同じ考えに至った人があなたの他にもいたでしょうに。国ってもんはマザークリスタルという存在があって初めて成り立つ。昔からそう作られてきた。それが黒の一体の原因となればどの国にとっても都合が悪い。だから声を上げれば異端者とみなされ消されちまうんだ。無慈悲な愛国者たちの手でな。なるほど。その一方で奴らからしてみればドミナントやベアラーは都合がいい。なんせ魔法を使うのにクリスタルを使わない。国費の節約になる。その先に待っているのが全身の石化。つまり死を意味するものだとしても。消えかけのろうそくには情けをかけないだろ。まあそういうことだ。マザークリスタルとクロの一体、ドミナントとベアラー、この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。だがあいにくとこの世界はそれほど成熟してはいないからな。無理にでも舵を切らなきゃどこへも行けやしないだろ。だがマザークリスタルの破壊は大罪だぞ。悪名が残ることになる。大悪党指導、いい響きだ。ずいぶん軽々しく罪を背負うのね。そう睨むなよジル。美人の怖い顔は箔がつきすぎる。大悪党としてでも名が残るのなら生きた甲斐があるってもんさ。潜伏先は確保したが、ここから先はことをなすまで出てこられると思うな。念入りに支度しておけ。
いらっしゃい。いい品が揃ってるよ。もういいのかい？やけに警備が手薄だ。ウォールードとの戦で躍起になってここの兵士をいくらか回したか。何にせよ好都合だ。それにしてもさすがに勘繰りすぎたか。おい、それはどういう意味だ。あんたの言う抜け道はいつも敵だらけだったからな。この長い人生にはちょっとした刺激が必要なんだよ。お前みたいな若造だってすぐに老け込んじまうんだぜ。余計なお世話だ。いいかクライブ、何かが変わるきっかけなんて些細な出来事や何気ない一言なのさ。よく見てよく聞きよく話す。人生を豊かにするにはそれが何よりも大切なんだ。面倒があれこれ増えることを豊かになるとは言わないだろう。どうした？なんでもない。それでこれからどうするんだった？ああ、マザークリスタルのコアを叩く。そいつを壊せば全体が崩壊するはずだ。なら行き先は一つか。そうだ、コアが祀られているクリスタル神殿を目指す。こっちだ、ついてこい。警戒しておけよ。ああ、分かってる。大丈夫そうだ、行くぞ。やれやれ、敵さんがお揃いだ。やっちまうか。騒ぎあったらしいぜ。チンケな盗っ人が忍び込んだとかって。おい、なんだあいつらは。さあ、とっとと片付けるぜ。あんたの抜け道はいつもこうだ。言ったろ、刺激が必要だって。よ、ご苦労さん。まったく。
それは警備が厳しいな。クリスタルの運搬路か。抜け道はここで終わりだ。奴らを倒して進むぞ。賊が剥がれてるぞ。あいつを呼べ。今すぐだ。なすったようだ。死に方くらい選べばよいものを。貴様らもこれの餌食にはなりたくあるまい。ふかしやがる。さっさと黙らせるぞ。くらえ。
量のエーテルを浴びてアカシアとなった者の末路だ。ひどいもんだぜ。こんなの人の死に方じゃ。急ごう。この絵テルは